こういうコラボレーションっていうのがそういうふうに買って行われるっていうのもすごい今の現代って感じもしますしね。ですね。簡単にこうみんなで繋いでいけるっていうね、それはね、本当に嬉しいなと思って。ということで、こう、大石さんは、はい、こうベトナムの音楽シーンで多分他に注目してる方とかいたりしますか？そうですね。はい、まあ、ここ中大学とですね、そのベトナムでも、その K-POP だけであるとか、アメリカのそのヒップホップの影響を受けた、まあ、そのダンスポップみたいなものが、まあ、実は流行ってまして、はい、でそういうベトナムの、ダンスポップ紹介するときに、たびたびその V-POP、K-POP に対して、まあ、V-POP って言葉が使われることもありますね。で、現地では、こういった音楽、ミャックチェーって呼ばれるそうで、で、はい、日本語にすると、若者の音楽という意味らしいですね。なるほど。はい。で、ベトナムに限らずアジアの諸国で、若い人多いです。